水産資源の大切さを学んでもらおうと、浦河町で3年前から始まった松川の放流体験。今年は浦河小学校の4年生12人が浦河港で松川の稚魚2000匹の放流を行いました。放流された松川は体長8センチほど。2000匹のうち20匹は小学生が学校で餌やりなどをして育てたものです。放流体験を主催した道の職員は、命と水産資源の大切さを知ってもらい、フードロスや SDGs にも興味を持っていただきたいと話していました。